皆さん、小説好きですか？自分でも書いたことがありますか？書いてみたいと思ってありますか？若月ひかるです。今日はですね、なんで脚本家の先生は原作者を侮るのかっていう話をします。小説や漫画が原作のドラマや映画が制作されるとき、脚本を担当した先生が叩かれることがあります。原作クラッシャーとか原作レイブとかね、そういうこと言われる脚本家さんが言い張ったりします。でもこれね、小説家や漫画家であってもメディアミックスでね言われたりしますね。ノベライズとかコミカライズで同じように叩かれることはあります。ただそういう場合と脚本家さんの場合はちょっと違うんですよ。小説家とか漫画家が原作改変するのは、なんていうのかな、こう解釈違いであるとか、自分の色を出そうとしてるとか、暴走とかっていうのがなんか言われるんやけれども、ドラマとか映画の脚本家さんの原作改変批判って何というのか、叩かれ方が原作を尊重してないっていうか、原作を軽視してるみたいな、なんというか原作を侮ってるみたいなニュアンスですよね。いやいや、脚本家の先生は原作侮ってないっていうふうにもちろん思わはる方もいらっしゃるんですが、柔らかい生活裁判っていうのがありまして、こちらどういうやつかっていうと、脚本家の先生がその原作者を訴えた裁判なんですね。柔らかい生活っていうドラマをシナリオ集に採用するときに、その原作者の先生が拒否されたんですね。糸山明子先生です。収録拒否されて、それで裁判しはったんですけれども、まあ著作権法上これは無理なことなんで、原作者が嫌って言ったらダメなので、それに対しての非常に脚本家の先生が怒ってはったんですが、その時に言ってはったのが、原作者が脚本に口を挟む、出版社も原作者の方を持つようになっている、どこぞの独裁者みたい、今は原作者の方が上流にある、不当に原著作者の権利を重視し、いつも脚本はチェックされる、つまらない原作を面白く、面白い原作をさらに面白い映画にしようと思ってるだけ、原作者は脚本に赤を入れてくる、脚本家は権利を行使できないのかって言って、非常にね、脚本家の先生がね、原作者の先生方をなんていうのか、侮ってるっていうか、バカにされてるっていうのがね、ちょっとこう透けて見えるような記者会見をやってらっしゃってて、これサイトで読むことができます。で、私ね、こういうの読んでてなんかおかしい、なんでやろなとずっと思ってたんですよ。それで私ね、思い出したんですよ。私品川に通ったことが1回だけあって、でもまあ3ヶ月で辞めたんですけれども、品川に通ったっていうのは30年ぐらい前で、小説書きたいなと思ってて、それで小説教室っていうのが見つからなくって、大阪のシナリオセンターに通ったんですね。で、その時にその当て書きっていうのを教えてもらいました。で、当て書きっていうのはどういうやつかっていうと、当てる、当選するの等ですね、それに書くって書きます。で、これ小説ではやらない技法なんですね。シナリオを勉強してるある人は大体知ってます。当て書きは俳優さん、女優さん、具体的にイメージして、その女優さんなら言いそうなセリフ、その女優さんならこう行動するだろうなっていうのを、配役を当てるようにしてキャラを立てていくやり方です。で、その時にその先生が言ってはったのが、当て書きが上手でないとシナリオライターっていうのは生き残れないのよね、みたいなことを言ってはったんです。ちょっとなんか違うと思ったんですよ、私。いや、私が書きたいのはこれじゃないって思ったんですね。技術としては理解できんねんけれども、その時私が書きたかったのは SF 小説なんですよ。すごいしんどい宇宙空間とか、なんかディストピアとか、そういうところで人間が頑張って生きていく、ね、それで冒険したりとか、世界を壊したりとか、そういう話が書きたいな思ってたんですよ。私の求めてるのと違うと思ったんですね。だって役者さんありきで、その俳優さんの魅力を引き出すように書く、それができてないと食べていけないんだよなんて言われて、それって違うやん私のやりたいこととっていうふうに思って。でも当て書きっていうのはシナリオ教室やと割と初めに教える基本的な技術やったみたいですね。まあ先生にもよるのかもしれへんけれども、その脚本家の先生は大事な技術だよいうふうなことを教えてくれはりました。でね、これちょっと考えていただくとわかるんですが、脚本家に仕事を依頼するのはプロデューサーです。プロデューサーっていうのはまとめ役です。で、プロデューサーが一番ね気を使うのは
どこかっていうと芸能事務所なんですよね。俳優さんが演じやすいように脚本を書く脚本家の先生っていうのはプロデューサーにとってすごくありがたい存在なんですね。何よりテレビや映画の視聴者が一番楽しみにしているのは役者さんなんですよ。スターが見たいんですよ。ドラマや映画を見るのはやっぱりその俳優さんを見たいんですよ。せやから何より大切なのは女優さん、俳優さん、そういうビジネスなんですね。そうなると原作者は視界から消えちゃうんですよ。脚本家にとって自分に仕事を振ってくる雇用主が一番大事で、雇用主の大事なこと、プロデューサーの大事なことは事務所側が喜んでくれることで、それでそういうこと、それがちゃんと当て書きがちゃんとできる、当て書きがうまくできる、そうすると俳優さんが演じやすい、俳優さんが気持ちがいい、俳優さんが楽しく演じられて俳優さんのファンも喜ぶ、そうすると事務所側がぜひ次も同じ先生で、その先生すごく良かったです、うちの所属の誰々もすごく良かったと言っていますっていう風になるわけなんですね。30年前ね、通ってた時はそこまで分からなかったんですけれども、今はそういうことなんだなって分かります。だから脚本家の先生にとって原作者っていうのは視界に入ってないですっていう風に考えていったら、そらな、つまらん原作を面白くしてやってるっていうのもうなずけるな思ったんですよ。つまり脚本家さんたちは知ってはるんですよ。役者さんの魅力の方が原作の魅力よりもはるかに上やって。どれほどの傑作名作でもスクリーンの上の今をときめく俳優さん、女優さんの生の肉体や表情やその仕草や息遣いにはかなわないんですよ。そもそも脚本っていうのは小説と違って最終的な表現者は役者さんなんですね。役者さんがセリフを口にする、演技をお芝居をして初めて完成する。これがねオリジナルの脚本やったとしても、脚本家さんが書いた作品を視聴者さんの目に見えるようにしてはるのは役者さんであって、演出家であってお話を作った人ではないんですね。撮影現場でトム・クルーズがここは俺がヘリから降りて登場した方がかっこいいって言って、それに合わせてセットからセリフから話の辻褄から全部変えてヘリも準備して、それが正しい世界なんですよ。でも小説家っていうか原作を提供している漫画家さん、作家さんの側はそうじゃないんですね。作品を全部仕上げるのは作家自身で、自分の作った世界で自分が計算して緻密に組み立てたキャラクターやストーリーで勝負してるわけなんですね。つまり作家と脚本家っていうのは全く違うことをしてるわけなんですね。もう本当になんかもう全然違う生き物なんですよ。違う価値観で勝負してるので、それは噛み合わへん、当然ですやん。お互いにとって一番大事なものが違うんですよ。これはもう変わらないです。だって視聴者さん、ドラマや映画やお芝居のお客さんが求めるものが原作ではなくて俳優さんである以上、今後も変わらないです。変えようがないです。これはもうやってるルールが違うんですよ。契約をしっかりするとかそういうのは根本的な解決にはなりません。あ、いや契約はねしっかりした方がいいねんけれども、最も大事にすることが作家と脚本家で違うので、やっぱりこれは噛み合わないですね。じゃあどうやればいいのって言ったら、原作者も小説家も自分の小説がドラマになるときに脚本家がどういう価値観で勝負してるのか、で脚本家さんも小説を書いてる原作者がどういうことを考えてるのか、どういう価値観が大事となってるのか、そういうね、なんていうのかな、価値観のすり合わせっていうか、まあ、お互いをリスペクトですね、お互いを尊敬するような、そういうやり方ができたらいいんちゃうかなと思います。一番大事なものがそれぞれ違うから、その一番大事なものをお互いに理解しようっていう風なね、そういう態度の部分だけは変えることができるんちゃうかな。だから作家の側も脚本家の価値観を知るべきですし、脚本家の側も作家さんが何を大事にしてるのか、何を変えてほしくないと思ってるのかは知っといてほしい。そしたらね、テレビ局とか出版社とか原作者、作家さん、漫画家さんと脚本家さんの間に入るディレクターとかプロデューサーとか、あと出版社の編集者とかね、そういう人らがですね、配慮できたら、お互いに仕事ができるようになるんちゃうかなと思います。ほなね、おおきに、やったね、バイバイ。